お疲れ様ですはいおなじみひどろくんがまた小学生向けの500円デッキを作ってきてくれたということで、はははいいいありがととうござます今日ちょっ多多めめににお最近結構500円デッキ、インフレがすごいんですよ。よくないね、よくないよくない、そこまでじゃないんですけど、自分からできる範囲でちょっとだけ。すごい、やでもちゃんと光ってるかとか、表紙あって、それぞれコンセプトがあると。 そうです、はい、あの今、キングマスターのカードをちょっと表紙にさせていただいて、それの、えー、デッキを作ってまいりましたので、お試しいただければなと思います、やっぱりこういうキンキラキンを主軸にしたやつをね、小学生に頑張って作ってもらいたいと、はい、はい、なので、えーとはい、今、自分が余ってたキングマスターの、うんうん、デッキを作ってきたので、分かりました、ありがとうございます、楽しんでもらえるとありがとうございます、はいすはこちらの方はうちの店で、小学生限定で500円で1個ね、はい、販売させていただいております。はい、はい はい。えちなみにどんなカードか簡単にちょっとピピピと。はい。はい。まあこれはモーキングジェイオですね。モーキングジェイオ最ちょっと話題になってなんですけど、まあ限アタックができますよ。はい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 。感じのデッキです。はい。そして今度こっちのロマノグリーダーがまあえっとまあ出たら基本的勝てるんじゃないかな。まああの盤面制圧力が高いデはい。でこのミカドレオのここのデッキがえっと。 たくさんクリーチャーが並ぶので、その数で結構、それはいいかもしれない。はいよで、このドキンダンテですね、が呪文等をいろいろ使いまして、相手の効果も動かしたりとちょっと妨害が得意ない。で、最後、このボルバライトですね、こいつのパワーで勝てます。ああ、そうですか。こいつは本当にこのパワーで勝てるだけで勝てると。はい、じゃあ、その特色ある5個をね、じゃあ、早速こちらの方を並べていただきたいと思います。じゃあ、ここで。はい、お願いします。 でね、あのー、最近なんか、あのー、こういう小学生、いろんなね、買ってくれた小学生に対して、結構聞いてくる子に対しては、みんなが積極的にいろいろ教えてると。はい,はいはいはい。なんだっけ、にっちゃんだっけほら、あの、小学生のさ、あの、にっちゃんか何かに、ね、<ー>みんなでなんか、教えてね。ねはい。はい。デッキを改造したり、いろいろこれを入れ替えた方がいいんじゃないかみたいに指導をしてると。はいはい で実際そのコはン勝ったんだよねこの間。うみたいですね。うん。その新しく作ったデッキでなんかあのー、ディエーエパラの方かな。はい。三連勝したみたいな話があって。すごいすごいすごい。 なのであの小学生のみんなあのこれここで買うだけじゃなくてまあ自分の持ってるデッキを持ってきてそう,です、ね、うちの子たちに相談するのもいいよね、はい、そうですねまあ相談してくれれば少しのことは教えられますし、うん、そうそうそう結構みんなあの詳しい子がたくさんいるんで、はい、あのみんなが教えてくれますので、はい、そう,で、ねはい、そうあの小学生だけに限らなくてもねそう全然全然,全然初心者の人とかがどんどん来て、はい、教えてくれって言えば、うん、自分の持ってる知識だけでよければそれだけでもまあ与えることができますはいじゃみんなが教えてくれると思いますんで。はい ぜひみんな来てください、はいはい、じゃあヒドロ君作ってくれてありがとうございます、はい、今後ともこの小学生限定500円的に頑張っていきますのでよろしくお願いします、はい